こんにちは、グランピーです。座ると話が長くなるそうです。今日は、トッポアセチックのシューズが新入荷したんで、それを紹介します。でこれが、ですね、なんでこれ出会ったかっていうと、去年の夏だったかな、ちょっと覚えてないんですけど、あのエルドレッサの展示会に行った時に、どうやらこの近所でイケてる展示会やってるからどうって言われて行ったら、その時に、まあ、シエルっていうキャップとこのトッポアセチックっていうシューズがあったんで、これはいいっていうんでグランピーに出ました。で、トッポアセチックのこのシューズなんですけど、あのトポデザインとは全然違います。よく僕がトッポデザインって言うと、あのコメント欄が荒れるんで、トポデザインです。それとは全く違います。で、エルドレッソの、まあ、カタログとかインスタグラムとか見てもらうと分かるんですけど、モデルさんがこのシューズを履いてます。だから、まあ、エルドレッソ買ってる人とか、すでにシエルのキャップ持ってる人は、あのマストでこれを買ってください、はい、セットになります。セットでコンプリートになります。でシューズがいろいろ種類があるんですけど、今回入れてるモデルがファントンっていうモデルになります。これは初心者向きの、まあ、オンロード用のシューズになります。でトップアセチック、このシューズは、もともとはビブラムソールの社長だった人が独立して作ったブランドになってます。でも、ビブラムソールじゃないです。まあ、でこれはオンロードなんですけど、トレイルランニング系の MTB レーサーっていうモデルはかっこいいシューズがあるんですけど、それはあのビブラムソールが採用されてます。で実際、まあ、履いた感じどんな風な感覚かっていうのを、まあ、僕はもうサイズ分かるんですけど、これから選ぶ人に参考になればいいかなと思います。です。まあ、この調子でいくと、あの11月の平和マラソン、広島で開催されるマラソンがあるんですけど、それがみんなこれ履いて出ましょう。で今回紹介するこのファントン、このモデルは全部で2色あります。ネイビーオレンジ系とこのグレーの2色あります。で金額が1万8000円です。安いです。で、すでにあのアルトラを持ってる方は、アルトラとサイズ感が全く同じなので、例えばアルトラを US9 履いてる方はこっちも US9 を履いてください。で僕は展示会ですでにもう履いてサイズ分かってるんで、それを履いています。ちなみに僕は、普段バンズは 27.5、ムーンスターは27センチで、トッポアセチックは US の10になります。ちなみにこれ自分用に頼んでます。やっときましたね。もうここのクッション性がすごく分厚いんで、まあ、いろんな、なんかこの奏法があると思う。例えばミッドフットとかあると思うんですけど、あのかかとなんていうか、この辺がクッション性が良くなっています。まださっき YouTube で調べたら日本人でこれ撮ってる人あんまりいなかったです。ということで、じゃあ履いてみます。持った感じすごい軽いです、これ。でちなみに今僕が履いてるシューズなんですけど、そこにあるあのアウトレットで買ったナイキのシューズです。これは5000円で買いました。重さ比較するとこっちの方が軽いです。これもでもそろそろやばいんで買い替えです。じゃあ入ってみます。もう履いた瞬間広い。広いです。広い。これ広いですよ。ナイキと比べて幅が全然違う。なんか日本人の足型みたいな感じです。でちょっと先端をが開くぐらいがいいって言われました。おお、まさかの今日ソックスとシューズが一緒の柄。あ、履きやすい。これなら10キロを40分ぐらい走れそうですね。ちなみに10キロを40分で走るとまあまあ速いそうです。これいいですね。なんかここのこのホールド感がいいですね。え、中本さん履いてみます？じゃあ変わりましょうか。じゃあの中本さんも履いてみるんで、一旦僕これ脱いでみます。
あ、ぼ、26.5。じゃあせっかくなんで違う色で 6.5 ってことは 6.5 6.5 です。どうしましょう。マイク変わります？マイクはいいですか。じゃあ僕がじゃあ言ってください。僕がじゃあ、はい、はい、じゃあ、チェンジします。はい、チェンジ。ちなみに普段はどんな靴で何センチ履いてますか？普段は 26.5 で、はい、これはコンバースで、はい、どこに書いてある？なんかそのコンバース変わってますね、うん、これちょっとコラボっぽいやつ。コラボっぽいやつ。 US8.5 ジャパン27、はい、コンバースってここは細いんで、はい、細い大きいのを選びます、はい。これはここが太いので、そう、それ太いですね。ジャストの26。はい。え、左履くんですか？利き足どっちですか？右です。右履かないんですか？ちょっと今日こっち分けありなの。分けありなので今日は左履くそうです。普段マラソンとかするんですか？一時期してました。あ、一時期してました。してないけど、またやろうかな。今なんでしてないんですか？膝が。あ、今膝が痛い。了解。年なんでね。年なんで。はい、おお。え、軽いですか？軽いです。似合ってますね。買ってください。お、先端どうですか？先端は当たらない方がいいんですっけ？先端はなんか当たらない方がいいって僕は言われたな。ちょっとまあ当たるは当たりますけど、ちょっと当たるけど、はい。あ、もう一個大きい方がいいのかもしれないです、うんうん。じゃあコンバースのサイズと一緒ぐらいになりますね、もう一個、うんうん。これ0.5刻みでサイズがある。そうですね、0.5刻みで、はい、サイズあります。ということはコンバースが US7 で、 US の US8.5 だったらトップアセチックは US9 がいいってことですかね。 US9、 なるほど。どっちの色にしようかな。どっちの、まあ、僕グレー買うんで、グレーじゃないのにしてください。僕も最初グレーグレーしてたんですけど。あ、じゃあみんなグレーですね。どっちがいい？まあ時間あります。まだ時間あります。グレーも入りましょう。グレーも、はい。え、マラソン出ましょうでしょ。何キロ走るんですか？それは10キロです。僕10キロ35分でやってますから。マジで？はい。おお。どうですか？お、なんか今日の服装にはぴったりですね。おお。ちなみにそのグレーとネイビー履き心地一緒ですよね？当然ですけど。一緒ですよね、はい、両方履いてみましょうか。両方、あ、でも訳ありなんでやめときましょうか。訳ありやめときます。はい、こんな感じです。お、了解です。チェンジします。はい、じゃあチェンジします。はい、はい、はい、話します。話しました。カメラが高いんで、ちょっと散乱してますけど、テーブルの上が、まとめると、すごくいいシューズです。で、これカタログお店にあるんですけど、ちょっと見たい人はちょっと見てほしいのがあって、めちゃくちゃ一押しのシューズがこれです。MTN レーサー、これはあのエルドレッソのモデルの人が履いてるシューズで、これがトレイルランニング用で、あの後ろがビブランソール使っています。これ金額が2万1000円です、うん、です。取り寄せできます。まあ、このお店用のカタログもあるんで、お店に来てもらえればこれ見せれます。あのちょっと公開しちゃダメなのもあると思うんでっていう感じです。あ、ちなみにこれが、社長です。元ビブラムソールの社長です。という感じで、今日はあの新しく入荷した、トポアセチックのファントンの紹介です。価格が1万8000円で、
初心者用のオンロード用のシューズになってます。ぜひあのエルドレソとこのシエル持ってる人はあのマストで購入お願いします。はい、以上です。